働く人に役立つプラスアルファーな考え方に注目するアルファーイズムリーンなエネルギーを使った車が未来に向かいって走り出している。凄まじいエンジンを下手走り抜ける一台のレーシングカー。そのままラーから吹き上がるのは白い煙のような湯。そして山の奥深くに立つ施設の煙突からも意欲湯気が。実はこの真っ白な湯気に脱ん社会への熱い思いが 先日、大分、北市のサ・キットで行われた自動車レース。このレース、参戦したのが、トヨタが開発し2021年4月に発表し、ガソリンなどの化石燃料の代わりに水素を焼けさせて走る水素エンジン車。レースに参戦、ルノは二度目だが、今回の注目は、その燃料の作・型。燃料となる水素の一部を作ったのが、同じ文献の九十町にある、 地熱発電を利用した水製造プラント。トヨタ自動車、豊田キオ社長、会の24時間レースが使う側の自動車の技術のタクシーを広げる行動だったとするならば、今回オートポリスでの取り組みは再生可能エネギーを作る技術の選択肢を広げる行動になのではないか水素を使うの次は水素を作る。ヨタは2021年5月。 世界で初めて水素エンジン車で巣に参戦。この時に使った水素は福島、波、町にある施設で太陽光発電を利用して作られたものだった。今回は大手ゼネコンの大林組手掛ける地熱発電施設で水素を製造。しかも事件の中で作って使う。目指すは水素の地産省。実は日本の地熱エネルギーの資源量は あ、理科、インドネシアに続き、世界3位と恵まれてるが、地熱の発電設備の容量は10位と、豊富なしを生かしきれていない。その貴重な資源を抑え、限りに生かして作った水素、地熱で作った電気、水素に変換させて、運ぶため、送電設備なしで、エネルギーの運搬、販売ができるのもメリット、一つだという。大手企業がタッグを組んで実現、せた。 水素の地産地消。今後について、今回の例、数にドライバーとしても参戦した、トヨタ自、車の豊田昭雄社長は、カーボンニュートラル、エネルギーを作る、運ぶ、使う。全産業で取り組み、ことが大事だと思っている。水素社会を実現、るためには、仲間を増やす。こういう活動を拾っていくことこそが、日本独自のカーボンニュートラルの道を探り出す。 それこそが大きな意につながると思うと語った。